皆さん、こんにちは。沢村塾の後藤です、皆さんは、今までも独学であったり、ね、大手さんの簿記講座であったりを受けてですね、まあ、勉強されてきたと思います。嬉しいね。でもなかなか、ね、60点まではいくんだけど70点はいかないと、ね、60点が70点の10点差ですね。ここがなかなか到達しないという方が多いんじゃないでしょうか。僕自身もそうだったのでよーくわかります、ね。こちらの方にですね、今、一級の四方状があるんですけど、これ僕のね、二所一級の四方状なんですけど、平成、6年11月の20日に僕合格したんですけど、今から20年ぐらい前ですね、21歳、若いですね。今39歳なんですけどね、20年前の話ですね。でこの時に僕5回目で合格しました。これ87点で合格したんですけども、こちらの方にですね、今はがきがこれあるんですけど、見えますかね。ちょっと見えないと思うんですけどね、はがきが4枚あるんですけど、これ受験票なんですよ。でこれ落ちた人に来るんですけどね、何点何点で下に書いてあるんですよね、取ってたんですけど、この点数がですね、こちら書いてあるんですけど、1回目4点、2回目54点、3回目60点で、4回目50点で、最後87点で合格したっていうのが僕の合格体験なんですけども、見事にですね、ここ60点から50点のこれ僕もかかりましたね。まあ、1回目は独学でもうチンプンカンプだったんですけどね、すぐ大手さんに行って、54点まで行ったんですけどね、こっから苦しかったですね。勉強10時間以上やってるんですよ、これ、ね、勉強学生でしたから勉強10時間以上やってるんですけど、なかなかいかないんですよ、ね。で最後に87点抜かったっていうことなんですけど、最後は実に37点アップしたんですけど、今日はね、ここの話もちょっとこっちの方しますからね、この親密ね、親密しますからね、この最初は一番ね、60点でなんでうろうろしてしまうかっていう話をしたいと思います。はい、これ2つね、ちょっと話をしないとダメなんで、ちょっと2つほどお話をしてから、こちらの結論を見ていきたいんですけど、まず勉強強者と弱者っていう話をしますね。これはですね、簡単に言うと、勉強強者っていうのはね、勉強上手い人、つまり子供の頃から勉強しとって、ただ東大とか分かったような人ね、これ強者と言います。で勉強弱者、これはその他の人ですね。要するに子供の頃あんま勉強しなかったっていう方ね、が勉強弱者です、ね。社会人になって、まあ、勉強の必要性を感じて勉強し始めたっていう人です、まあ、僕も含めそうです、ね。僕も弱者でした、思いっきりね。はい、で、2つ目。相対試験と絶対試験って、絶対試験と相対試験って話なんですけど、日商の2級、3級は絶対試験って言います。で日商の1級は相対試験です、ね。これどういうことかというとね、例えば2級、3級って合格発表すぐですよね。現場で採点するからなんですけど、ね。そうすると、70点ってもう採点基準が決まってってね、どこ配点かって全部決まってて、で現場で採点されて、早く3日で終わっちゃう、ね。合格の発表がね、3日で終わっちゃう。あれは、問題が難しかったら、ダーンって下がりますよね、合格ですね。問題が簡単だったら、ダーンって上がりますよね。はい。あれが、絶対試験って言うんですよ。ね。それに対して、相対試験は違います。A 級はね。例えば、問題やりました。で、答案集めて、問題作った人に全部預けて採点しますね。で、上から、まあ、1級だったら 10% が合格率なんだけどね、上から 10% の人だけ合格、残り 90% は不合格ってやるわけですよ。ね、これが相対試験って言います、ね。で、この2つの観点を絡めると、これよく分かってくるんで、ね、なんで60点でうろうろしたのかってね、ことが分かるんで、ちょっと話をしますと、はい、例えばこんな感じです。例えば、1回目、ね、当然、勉強、強者と弱者がちゃんぽんで受けてきます。つまり全員入ってますね。受験生の中には強者も弱者もいるわけですよ。で、同じ土俵と戦います。当然、強者から受かってきます。ね、一発合格者とかいうの強者だというか。ね。で、弱者は落ちます。ほとんど全部落ちます。ね。そして、2回目。弱者ね、残ってる人もちろん弱者いますけど、新たな強者が来ますよね。新たな強者。ね。また強者が受かってるんですよ。ね。で、3回目。弱者が残ってます。また新たな強者が来ますね。強者が受かっています。ね。ということで、弱者はいつまでも浮かんで、ね、上テンパーと強者に取られちゃうというのが理由なんですね。はい。もちろん、弱者もね、勉強弱者も、勉強していれば点数上がってくるんですよ。ね。こんな感じ。ね。
この時期僕勉強弱者ですからね、ずっとね、4回まではね、で下がったんですよ、ね、でも暗記型です、弱者はね。つまり強者っていうのは考える能力があるんですよ、考える訓練をしますからね、いろんな角度からね。でも弱者っていうのは暗記やっちゃってですね、まあこの瞬間覚えちまえみたいなね、この方法覚えちまえみたいなね、でも何も考えてね、だから気になるとできねえっていうことなんですよね。これが弱者ですね。したがってね、暗記型の勉強法でやってる限りずーっと弱者ですから、ずーっと落ちます、受かりませんってことね。あの僕16年簿記講師やってますけど、あの暗記型の人で1級型の人いませんから、1人もね。必ず2級3級は100歩譲って問題が簡単だったら暗記型でも受かるんですけど、1級は暗記型で絶対受かりませんね、理解型にしないとダメなんですよ。だから勉強弱者から勉強強者にならない限りは受かんないってことですね、二章一教ね。はい、これがなぜうろうろしちゃってるのか、つまり暗記型でずっと弱者でいるから受かんないってことなんですよね。はい、では2番目、じゃあどうすれば強者になるのか、つまり合格できるのかっていうことなんですけど、つまりここの話ですよね。この37回発表したっていう話なんですけど、これはですね、講義法っていう方法を僕取りました、この時ね。これどういうことかというと、1級が当てなくてもいいんです、2章1級が当てなくてもいいんです。2章1級が当てなくても、あたかも自分が2章1級の講師であるかのようにですね、授業をやるわけですよ、誰かに向かってね。そうするとね、喋れないところは分かってない証拠なんです、喋れるところは分かってる証拠なんですね。ということは、喋れないところを明確にスラスラ喋れないところ、スムーズに喋れないところ、ストーリー立てで喋れないところの論点を中心に復習するんですよね。そうするとものすごくよく分かってきますね。はい、これが講義法って言うんですですかね。で、講義法はね、もちろん一人でもできますね。僕は後輩に対してやってましたから、4人の後輩だったんですけどね、後輩に対してやってましたから、完璧授業でしたね、非常にいい環境だったんですよね。まあ僕だけ良かったんですけどね、この後輩全滅っていうね話だったんですけど、このね、講義法できる方はぜひやってくださいね。多分これで受かると思うんですよね。はい、そしてなかなかね、ちょっとできない、講義法を使えないっていう方もいると思います、この動画見てる方にはね。はい、そういう方はね、やっぱり簿記講座、何かの簿記講座を受けると思うんですけどね、どういう簿記講座がいいのかなっていうとですね、この講義法になるべく近いやつがいいですね。それがこちらに書いてある質問話法を多答する簿記講座がいいです、簿記講師がいいですね。これどういうことですね、もちろん僕も質問話法でやってるんですけどね、例えば、商品をね、100円で仕入れてきました、で120円で売りました、はい、3分法で仕分けを切ると、借り方仕入れ100円ですね。で、貸し方は売上120円ですね。これ3分法ですね。はい、じゃあ分岐法は、はい、ですかね。借り方商品ですよね。資産相場でね。で、貸し方は商品100円と商品販売機が20円。収益の相場ですね、20円ね。はい、これが分岐法ですよね。これ4級の範囲ですからね。はい、そして、商品仕入れてきて、商品売ってね、値引き返品ありましたよね。値引き返品ね。はい。3分法の場合は逆仕分けでしたよね、ね。はい、これはいいと思うんですけど、じゃあ分岐法はとかね。はい、このように、いろんな角度から、これどうですか、この場合どうですか、この場合どうですか、この場合どうですかっていうね、ことを対応するのが質問は持ってるんですよ。ね、で、今どうですかって僕が言った時に考えましたよね。うん、あれだけって。それが重要なんです。ね、はい、それが質問は法の講座っていうことなんですよ。ね、で、質問話法で授業を受けてるとですね、考える訓練ができます。考える訓練ね、つまり勉強弱者から強者になるんですよ、考える訓練するとね。はい、だからそういった多動する講座がいいと思いますね、ぜひ探してくださいね。で、最後に、何回も何回も1級受けてね、何回も何回も持ち続けて、ね、私はダメじゃねえか、もう一生僕はもうダメなんじゃねえかって思ってるあなたが僕の DVD講座、簿記講座買ってくださいね。あらゆる簿記講座を、簿記の学校を試してみたんだけどダメだった、どうしてもダメだったね、っていう方が最後の取り手として僕の講座を買ってください。なんでかというと、僕は何回もしてます、勉強弱者でした、強者じゃないですね。だから勉強できない人、つまり弱者の人の気持ちが一番よくわかります。一発合格者じゃないですか、僕はね。はい、だから弱者から強者になるためにはどうすればいいのかなっていうですね、ことを全部喋ります、この講座ではね。はい、だから最後の取り手としてね、
勉強をラストチャンスとしてやると、ね、いう方だけ最後に取り出として僕の DVD 講座買ってください。最後で言ってます。最後ね。で、僕の DVD はですね、僕個人事業者やりますから、パッケージとかも全然立派じゃないです。ね、全部自家製です。で、手書きのやつです。ね、中身はしっかりしてます。ね、だから、パッケージとかね、大手さんと比べてはもう全然産んでるさんですからね。そんな高額の投資とかできませんから、僕は。ね、だから、そういうのが気になる方はいいと思います。買わなくてね。はい、しかしそんな気にならねえと。そんなパッケージなんか見た目なんかどうでもいいと。中身がしっかりしてればいいっていう方だけ来てください。買ってください。ね、その方だけがいいと思います。そして最後にメッセージとしてね、次回最後のチャレンジと思ってください。次回最後のチャレンジ。受かっても落ちても次回でもうやめると僕でもいいけどね。そのぐらいの気合でやった方が集中力が高まって結果的に受かりやすいです。ね、ああ、次だなったら次もあれはなんてダメです。ね、もう次で受かっちまおうと。ね、次はラストチャンスだと思ってやるから集中力高まるんですよ。ね、でそういう気持ちでね、勉強されたらこれ受かりますから。ね、もう大丈夫です。60点まで来てますからね。あともうちょこっとっていうのは、これで。ね、クリアしていけば、ね、念願の二種目一級合格って言いますんで。ね、ぜひ最後の最後でいいです。僕の今日はね。全部試してみて、ダメだったら来てください。ね、では、DVD 講座の方でね、お待ちしてますんで。よろしくお願いします。ではどうも最後までありがとうございました。